皆さんこんにちは。ヨアラ研究所所長の石原です。今回は政府からの給付金、個人事業主最大100万円の持続化給付金についてお話しさせていただきます。これは演奏をもとしているジャズミュージシャンならほぼ 100% もらえるんじゃないかなと思います。今回は真面目に話します。で、僕自身も1日初日に申請しまして、20日の深夜、昨日の深夜ですね。に振り込まれまして、で今回まあネットでいろいろ情報があると思うんですけれども、まあ僕個人的にこう感じたこととか、その流れだったりとか、こうした方がいいんじゃないのかなっていうポイントをね、まあ申請にあたってこうした方がいいんじゃないのかなってポイントをお伝えできたらと思います。なんで申請したかっていうと、まあ4月の演奏の収入がほぼゼロになってしまいまして、でまあ所属している音楽教室の生徒のかなり大会があって、4月に予想される収入の10分の1になってしまったんですよ。でまあこれはやべえって言って、もうほんとね、用意どんで申請したんですけれども、なかなか振り込まれない、 2週間って言ってたんですけど、なかなか振り込まれなくて、もうずーっと見たりとかして、で電話をね結構コールセンターにかけたんですけど全然通じなくて、でまあ20日にね振り込まれた形になります。申請に必要なものっていうのが、去年の確定申告の控えと、まあ何でもいいんですけど、まあ帳簿と、あとまあ身分証明書と銀行口座なんですけど、なんですよ。で僕ね、なるべくちょっと早く欲しかったっていうのもあって、すごく見やすい、不備があっちゃいけないとか、すごい見やすいものを作ろうと思って、これ全部ね、僕印刷したものをコンビニで、こう、PDF にして送りました。なんか写真とかでもいいって言ったんですけど、多分その PDF でスキャンしたものが一番軽くて見やすいんじゃないのかなと思って、PDF 化して送りました。長文もちょっと今までつけたことがなかったんですけど、まあ、つけたことないとも変な話なんですけども、ちょっと僕なりにネットで調べて、こういう情報が必要なんじゃないのかなっていうのを、こんなのをね、ここにあるようなものを、ちょっと作って、これもPDF 化しました。コンビニでスキャンして PDF 化したものを添付して送りました。で、初日に申請したんですけれども、僕18万番台でした。これまあ、相当のね、数が初日にこう、まあ、申請されてると思うので、まあ、かなりサーバーがね、ダウンしたぐらいで、かなりエラーが出る。とのことです。で、僕はちょっと出なかったんですけれども、夜中やったってのもあるんですけど、まあ、出なかったんですけど、エラーが出るとのことです。で、これ申請が完了すると、まあ、J から始まる、まあ、申請番号っていうのが出てくるんですけれども、で、これ申請番号順にね、振り込みがボンボン来るかっていうのは、そうではないらしいんですよ。で、その、どういう順番で振り込まれてるかっていうのはわからないです。で、電話を、まあ、電話番号も書いてあるんですけど、電話しても絶対繋がんないんですよ。なんで、すごくね、待ってる時間皆さん不安になると思います。申請をね、完了した後も、マイページにはログインできるんですけども、これログインするとこうやってね、赤枠が見えるんですよ。これツイッターとかで赤枠やろうって言ってるんですけど、この赤枠が、これ僕何回もね、マイページその後も見てたので、申請した後も見てたので、こうずっとね、出続けてるんですけど、この赤枠が消える瞬間っていうのがあるんですよ。で、赤枠が消えたなって思って、で、口座を確認したら振り込まれてたっていう。だから赤枠はやろうが、消えたらもしかしたら振り込まれるタイミングなのかもしれないです。僕ね、これ何もちょっと言えないんですけども、まあ僕の肌感覚ではそんな感じです。で、多分4月収入やべえなって言って、バイトとかした人とかもいると思うんですけど、4月。バイトは給与所得なので、授業所得にならないので、書かなくていいです。なんで、4月、なんで全然自分の演奏とか、教えてるなんか収入がなくなっちゃって、バイトとかしたって言っても、こう、収入の区分がね、変わってくるので、バイトで、もらった収入っていうのは、その帳簿には付けなくていいです。なんでかっていうと、所得分が変わってくるからです。で、また、単純にこの、事業所得でいいので、こう、経費とかがかかって、すごい事業所得が低くなっちゃったみたいな情報もいらないです。なので、単純に事業所得が半分になっちゃった月の額で申請したら、その申請した、まあ、これネットにもね、いっぱい情報出てるんですけど、差額かける12でもらえるっていうことですね。持続化給付金につきましては、ミュージシャンを職業でやってる人は、ほぼ 100% もらえると思います。まあ、そんなところですかね。まあ、僕ができるアドバイスっていうのは。実は僕まだ10万円の給付金も来てなくて、で、さらに言ったらまだマスクすら来てないです。マスク多分、夏とかもう、ある程度収束した時に来るんでしょうね。マスクいらねえって正直感じなんですけど、普通に買えますからね。で、まあ、10万円の給付金の方も僕申請しようと思ってるんですけど、まあ、これは国民税もらえるやつなんですけども、まあ、結構ね、お財布に余裕がある人もね、僕もらっちゃっていいと思います。なんでかっていうと、結局そのコロナが収束した時にこのまあお金っていうのを使っていかないと、まあ経済っていうのは回っていかないので、まあキャバクラでも風俗でも何でもいいので、まあその10万円の給付金をね、全然ガンガン使って回していただきたいなと思うんです。なんでかっていうと、我々がやってるエンタメ業界っていうのは一番最初に削られて復活する時期っていうのは一番最後なんですよね。だからある程度経済が回ってきた時に我々がやってることが復活してくるので、まあその10万円をみんなでね、使っていただいて、こう経済回していただけたらいいと思います。そうじゃないとね、結果の10万円も税金になるだけなので、まあ
いろんな考え方があると思うんですけど、まあ、僕はそういう考え方でいます。今回はかなり真面目に話したんですけれども、持続化給付金についてお話しさせていただきました。参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。